12-3。大助はその夜9時頃平岡の家を辞した。辞する前、自分の紙入れの中にあるものを出して道雄に渡した。その時は腹の中で多少の工夫を費やした。彼はまず何気なく懐中物を胸のところで開けて、中にある紙幣を勘定もせずに掴んで、これをあげるからお使いなさいと無造作に道代の前へ出した。道代は下女をはばかるような低い声で、そんなことを、と帰って両手をぴたりと体へつけてしまった。大助はしかし自分の手を引き込めなかった。指輪を受け取るならこれを受け取っても同じことでしょう。紙の指輪だと思っておもらいなさい。大助は笑いながらこう言った。道代はでもあんまりだからとまだ躊躇した。大助は平岡に知れると叱られるのかと聞いた。道代は叱られるか褒められるか明らかにわからなかったので、やはりぐずぐずしていた。大助は叱られるなら平岡に黙っていたらよかろうと注意した。道代はまだ手を出さなかった。大助は無論出したものを引き込めるわけにいかなかった。やむを得ず少し及び腰になって、手のひらを道代の胸のそばまで持っていった。同時に自分の顔も一尺ばかりの距離に近寄せて、大丈夫だからおとんなさい、としっかりした低い調子で言った。道代は顎を襟の中へうずめるように後へ引いて、無言のまま右の手を前へ出した。紙幣はその上に落ちた。その時、道代は長いまつげを2、3度打ち合わした。そうして手のひらに落ちたものを帯の間に挟んだ。また来る。平岡君によろしく。と言って大助は表へ出た。町を横断して工事へ下ると、辺りは暗くなった。大助は美しい夢を見たように暗い夜を切って歩いた。彼は30分と経たないうちに我が家の門前に来た。けれども門をくぐる気がしなかった。彼は高い星をいただいて静かな屋敷町をぐるぐる徘徊した。自分では夜半まで歩き続けても疲れることはなかろうと思った。とかくするうち、また自分の家の前へ出た。中は静かであった。角野とばあさんは茶の間で世間話をしていたらしい。大変お騒がしたな。明日は何時の汽車でお立ちですか？と玄関へ上がるや否や問いをかけた。大助は微笑しながら、明日もおやめだ、と答えて自分の部屋へ入った。そこには床がもう敷いてあった。大助はさっき栓を抜いた香水を取ってくくり枕の上に行ってきたらした。それではなんだか物足りなかった。瓶を持ったまま立って部屋の四隅へ行って、そこに1、2滴ずつ振りかけた。かように打ち興じた後、白地の浴衣に着替えて新しい小貝巻きの下に安らかな手足を横たえた。そうしてバラの花のする眠りについた。目が覚めた時は高い日が円に黄金色の振動を込んでいた。
枕元には新聞が2枚揃えてあった。大助は門野がいつ雨戸を引いて、いつ新聞を持ってきたか、まるで知らなかった。大助は長い伸びを一つして起き上がった。風呂場で体を拭いていると、門野が少しうろたえた様子でやってきて、青山からお兄さんがお見えになりました。と言った。大助は今すぐ行く旨を答えて、きれいに体を拭き取った。座敷はまだ掃除ができているかいないかであったが、自分で飛び出す必要もないと思ったから、急ぎもせずにいつもの通り髪を分けて反りを当てて悠々と茶の間へ帰った。そこではさすがにゆっくりと禅につく気も出なかった。立ちながら紅茶を一杯すすって、タオルでちょっと口ひげをこすって、それをそこへ放り出すと、すぐ客間へ出て、よう兄さんと挨拶をした。兄は例のごとく色の濃い葉巻の火の消えたのを指の股に挟んで、平然として大助の新聞を読んでいた。大助の顔を見るや否や、この部屋は大変いい匂いがするようだが、お前の頭かい？と聞いた。僕の頭の見える前からでしょう、と答えて、夕べの香水のことを話した。兄は落ち着いて、母、だいぶ洒落たことをやるな、と言った。